いや今日光いっぱいある日だ。気合入れせんな。え、そんな可愛いもんな。え、撮んないの。動画を撮らなきゃ、動画を撮らなきゃ、撮るんだ、撮るんだ。プッチンとします。はい、お腹が減りましてですね、今回はですね、なんと豪華なお弁当を。いや、何屋さんなんでしょうね、これね。肉飯どっちも豪華なのは焼肉だけじゃありません。ということで、今回はジンダハウス初スペシャルゲストをお呼びしております。いつもタクマとかね、スカイメンバーとか来てくれてたりするんですけども、スペシャルなゲストです。どうぞ。わー、わー、女です。よろしくお願いします。マトソさん、いいんですか、そんなんいただいて。大丈夫です、せっかく来ていただいたんです、スカイハウスに。だって木漏れ日がすごいけど大丈夫って、なんか顔の顔面レフ番が出ちゃってます。せっかくスカイハウスに来たんで、ご飯でも食べてってくださいと。やった、すいません。初めてのコラボにふさわしい方なんじゃないかなと。まあ確かに仕切りが低いけど。何、仕切りが低いということでですね、早速高級なお肉たち1万円分食べていきましょう。あげー、え、嬉しい。いや、こちらこそ出てくれてありがとうね。コラボのあれないよな、特別感ゼロ。青ラブだとかなんだかんだでめっちゃ合うよな。今年入って会った回数多分ヤバいで。青ラブがすごいでかいんでしょうね。うん、昨日のむちゃ忘れちゃったし。あ、引くやつ、いつも引いとるやつ。何でしたかな。うわもうなんか、うわ、よっしゃ、いただきましょう。いただきます。ここにます。うまっ。服めっちゃ可愛いし。君も可愛いよ。君もファービーの量産みたいな感じ。可愛い、可愛いね。ファービーやね。グレファービーに許可取ってんのそれ。味変わんないかも。これ肉が違う。長ネギのお味噌汁もあります。これ、うちのためにもう一個頼んでくれた。そうだよ。味噌つけ。自分で食べようと思って。うん、そう。全部自分で一人で食べようと思って。なのに今嘘をついていい顔しようとしたんだろ。悪いこの男。こちらも食べていいですか、私。どうぞ。うわ、もうそ、は？ぬはははは。うまっ。これマジでうまいじゃん。こっちの方が柔らかい。本当に？これはトン。トン。トン。これは？牛。嘘つけ。トンではない。トンではないよ。トンよ。うん、マートビこれとこれ同じ種類。ちなみにだ言うと、これが豚で、これがなんか牛とか、全部同じ。豚こっち。いや、これ同じ。霜降り和牛の焼肉弁当。こっちがハラミ。ハラミ。ハラミ。なんか食べたいのに口の中は、ビエン。ビエン、ビエン、ビエン。だって正直さっき言っておにぎり食べたし、チョキンハン、チョキンハンの肉味噌。ゴロゴロコロッケ、いろいろ間違ってる。東海オンエアの肉味噌おにぎりも混ざってる。ヒカキンさんとヒカキンさんのは悪魔のおにぎり、めっちゃ美味しかった。幸せ。うキモ、魚、え、キモ、キモすぎ。ほら、美味しそう。気の毒弁当。長ネギもありますからね。うん、こんな美味しそうのもないよこれ。うわ、綺麗。撮り方もうまい。あ、ありがとう。ところで、高めの動画っていつ上がる？高めの動画撮ったんですよ、僕たちね。もう言うけど。もうマンダミマジで出してくれないから言うけど。俺が誕生日ラップで岡山に行った時、だからテオ君の誕生日の時ですよ。1月の頭。そうでしょ。その時に行った時に、もう一本企画撮ろうついでにみたいな感じで高め撮ったんですよ。いつ上がるの？タイミングをちょっと見失った。それ以外にお立ち穴落ちたら立て続けに藤枝陣出てくるなって思って。ああ、確かにね。時期ずらそうって思って、時期ずらしてもずっとあるから。だけど年末に2019年編集間に合わなかったスペシャルで、すごい、めっちゃすごいじゃんそれ。年末スペシャルで鏡出すわ。おもろいぐらい、なんか知らんけど初々しさがあって気持ち悪い。緊張しそうね、なんか知らんけど。あんま二人で踊ることないからね。でも変よな。でずっと踊ってみただけ撮って、何その交友関係のやん。確かに、ビジネス。ありがとうね、誕生日ラップ歌ってくれて、本当にありがとう。ちょっと自重して喋ってほしいけど、新しい曲ですごい飛んできて、めっちゃ嫌なんだけど。あるね、誕生日ラップ。誕生日ラップ歌ってね、踊ってくれたもんね。怒ってはないよ。誕生日ラップは1000万回言ってほしい。ありがとう。もう親身になって考えてる。だけどうち LINE のタイムラインで、
みんなも1日1回年末まで見ようねって投稿したもん。優しい。でもこの人、うちが誕生日ラップしたのに、なんか、まさとが誕生日ラップしてくれたら、もうそれはそれは拡散するよみたいな感じで、めっちゃ撮る前言っとったのに、いざ撮ります、あげます。なんも触れてくるなんかうち勝手にスカイハウスに上がり込んだ怖い女俺ミックスとかいろいろ立ち会いましたから、まあ、全部そうじゃ編集も一番やってる一番やってくれるもう初めてだよこんなに他人のチャンネルに労力使ったすごいと思わない誕生日ラップ1000万再生いくために、うん、またその動画で上げたらきっと再生数伸びて、うん、それでプラスでこう俺たちの動画伸びるっていうのでめちゃうちを利用するが利用するじゃないもう持ってきてくださいリオコではないことある今のはわあごめんなさいそれでもさ他人のチャンネルのためにあそこまで労力するのすごくないなんか悲しい他人とか利用して一個完食しましたおめでとうまたピッドいけそうこれが美味しいああじゃあこれ食べますよ重いのよねこれシンプルにえこれほんま一人で食べようとしようたうんおいしいよ結構マジですごいよなめっちゃ食べるよないけるうんじゃあつまむじんたんがつまむすごいこもれるほんとに気づいたら俺思ったんだよすごいなって思ったのが動画とか関係なく友達に送るために加工画像とか作ったりして、うん、労力をそっちに使うのよそれがすごいなって思ってなんかちょっと雑な加工とかさなんか面白いところがあってみたいなことをさ、うん、わざわざちょっと時間作るじゃんそのために、うん、それで人が笑ってくれるんやなあおいハサミえハサミ必要なのいやマジきついわごめんだけど俺も気持ち悪くなってきてるもんえマジでじゃあうち他殺に頑張るねいやこれマジきついわもかかねカスちゃんが来てよかったカスちゃん来てよかったあー気持ち悪いこれ待って行けんのか俺ポン酢とか持ってきたら食べれるかな明日持ってくるかえ持ってきてほしいそしたらうちめっちゃ全力出すどうも、コモリビチャンネルのマツソです。今日もいいコモリビのもと、焼き鳥弁当、コモリビの中食べています。じゃあ、コモリビチャンネルにゲストを呼んでいます。おいでーす。来てくれました。ありがとうございます。どうもこんにちはーってありがとう大丈夫これ、ね、うちめっちゃ潔癖なのよバレンタインとか手作り友達からもらうが DVD つけてほしいって思うその作っとる過程のマジでだってそんなん作っとる過程何してしでかしとるかわからんがちゃんと手とか除菌してやってるよっていう DVD をつけてくれる人のしかうち食べたくないと思っとる毛苦手だもんねめっちゃ毛めっちゃ似合ってるねえ抜けてる毛がダメなんでしょ生えとるものはいいけどなんでなのそれマジで不思議だって食えるもん食うよなんか食える毛根がなのかそれともその毛先でも嫌なのもう全て毛という温泉とか人間の体液が出とる湯に浸かることがまず無理だしプラスで髪の毛とかめっちゃ落ちるプールは無理だけど綺麗な海は行けるなんかプールって閉鎖された空間の中にまあ確かに分かるジムとかで行ってなんか鼻くそみたいな浮いてる鼻くそになって鼻毛みたいなちっちゃい毛つきみたいなのがある感じでジムのプールわっおはようございますなんか何したら PTC みたいなんで CBICPPCAE PTC ね体の中身で異常大きさおかしくなってるでバリウムいいなようちキンタンと話しとったらどっちもバカだから結論まで立ってないバカ同士だとマジでも会話がもう成り立たないよな低いんだよねキャンプとかやめっちゃ頭の回転しなんか何でも知っとるがちゃんと成り立つけどいやよかったよ相方が手を組んでマジでバカは見て笑う人と不快があるやついるから不快の方な、うち不快よーかと思ういやもうそれがそれがバカそれがもうプラス思考のバカいやバカは奥が深いよいやそれないバカじゃないからあと寿司やってあげるわ言って
あのほらこれ一口サイズのほら。おいしい。ありがとう。なんか耳の中に。なんか出てきてるで。更新されるで。これは…あ、違う綿棒…バカすぎて…もう流れで隣で…流れで笑ってんじゃん。いや、俺だって不安だって、あれは綿棒…あれ嫌だな、これ。なんかやっとった時にや予想以上に顔ブスだったりさ、今こう離れとる系や別にその顔気にならんけど、なんか実際パソコンで見てて、うわ嫌だなこの顔自分、ブッス、いや折れるなほんま、いやあれひどすぎるだろこれで言えないって言ったら、仕方なく、いやこっちもだけど、あれもうこの脂っこい匂い嗅ぐだけでもう嫌やね、ほんとすげえ衛生関西弁、嫌やね、目あんの？徳永さんって呼んでいい？徳光さんか。徳永さんじゃない。ああもうです。もう。ですね。最後の一口です。木漏れ日チャンネルありがとうございました。ありがとうございました、本当に今日はコラボレーション。ありがとうございます。本当にすみません、わざわざこんなチャンネルに出ていただいて。いやいや、こちらこそ、ほんまに感謝してほしいと思っとる。すみませんって思ってるかい。いや、思ってて。